ながら運転は道路交通法違反です。運転者が走行中にカーナビゲーション画面を2秒以上中止することは道路交通法違反になり、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金となり、道路交通法第118条第1項第3号の2により処罰の根拠となります。しかし同乗者がテレビを見たり目的地を変更する分には問題ありません。今回の DIY は同乗者がテレビを楽しんだり助手席の方がナビの目的地を変更することが目的です。そらくん、チャンネル登録よろしくお願いします。今回のそらくんチャンネルは、走行中でもカーナビゲーションすべての機能を使える方法を説明する動画です。最後までご視聴よろしくお願いします。新型アトレイ S710V に搭載したパナソニックストラーダの CNF1X10HD は、高画質の有機 EL が採用されています。しかし、せっかくの有機 EL も走行中は映像が見れない。機能が制限されては、せっかくのドライブも台無しです。運転者が運転中に見れないのは当然ですが、助手席のパートナーや子供は退屈してしまいますね。通常はテレビキャンセラーなどを接続しますが、テレビキャンセラーは3000円程度のものから高額なものでは1万円以上するものもあります。今回はアース線の接続方法を変更し、走行中でも全ての機能が使えるようにします。画面を前面に倒しカバーを外します。プラスネジを外します。画面を手前に引っ張ると簡単に外れます。矢印の部分に爪をかけてパネルを手前に引っ張ります。簡単に外れますが、ハザードのコネクターなどがあるので注意して引っ張ります。この部分ですね。上に引き上げると簡単に外れます。今回はあらかじめ緑色のサイドブレーキの線はギボシ端子を取り付けました。準備しておいた赤色の線をサイドブレーキの線に接続します。赤色の線をボディのアースに取り付けます。
ボディーアースとは今回はデッキ本体の金属部分に接続します。塗装部分やプラスチック部分ではダメです。これで作業は終了です。爪を合わせて順番に組み立てます。上から軽く押すだけで簡単に組み立てられます。メーターパネルも同様に組み立てていきます。次は画面を組み立てます。まっすぐに差し込むだけです。ネジを締めてカバーをつけたら完成です。意外と簡単にできましたね。走行時も問題なく映像が見れますね。走行時でも全ての機能が使えますね。そらくん、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。